ここから入れそうだな。いよいよ要塞に乗り込むのね。奴らに見つかると面倒だ。急ごう。ああ、フィオルンはこのどこかにいる。探そうぜ、徹底的によ。騎士兵がいたって構やしねえ。片っ端からぶっ倒してやればいいさ。ハ
だな。エーテル溶鉱炉の制御室じゃないかしら。
あれを見て。うん、ここから鬼神兵たちにエーテルエネルギーの供給がなされているというわけか。シロ君、あれなんだもん。面白そうだもん。リキ、あれに乗りたいもん。おっさん、遊びに来てんじゃねえんだから。ほら、さっさと行くぞ。あ、待って、あのピストンの稼働を止めれば溶鉱炉の機能を停止できるかもしれないよ。なるほど、鬼神兵へのエーテル供給が断たれるわけね。やるしかないもん。けど、あんなでかいもん止めるっつったってどうするんだよ。ピストンの動力を生み出しているタービンさえ停止できれば、おそらくこの近くにあるんじゃないかな。よし、まずはタービンの場所を探そう。
やったぜ。これで奴らもしばらくの間は大部隊を動かせないはずだ。連合軍にとってこれが勝機になればいいんだがな。兄上、ドアのロックが解除されたみたいだ。よし、溶鉱炉の下に降りてみようぜ。ああ、行こう。あの先にフィオルンがいるかもしれない。
どうだシュルク、ナイス、さすがだ。時間かけるな、やってやるぞ。鉄鋼弾リストダウン、ライティング本拠ナイス、鉄鋼弾見ていこう。くらえ、いい感じ、いい感じ。みんな余裕が感じられるな。こんな奴ら兵でもねえぜ。
シュルク、あれはもしや。あの槍だもん。あの槍持った騎士兵がたくさんいるもん。フィオル、フィオルンが始まらんわ。最高だ。レイズで行くぜ。
とか。どうするシルク、このままじゃ持たないぞ。フィオルン、本当に僕らを忘れてしまったのか。哀れなものだ。なまじその力さえなくばこの鬼神界まで乗り込んでこようとは思わなかったであろうに。アポクリファ展開。お前は何だ。おいおいおい、どうしまったんだよ。モナドは危ない。シュルク、大丈夫？待ってろシュルク。フィオルン、もうやめるんだ。シュルクが、お前を助けに来たシュルクがこんなに傷ついているんだぞ。聞こえているのか、フィオルン。逃げてください。フィオルン、フィオルン、いや、君は逃げてください。この機体は操られているのです。操られて、まさか奴に。驚いたものだな、ベイスとされたホムスにこのような力があるとは。エギル、フィオルンに何をした。元より全ての鬼神兵は我が支配下にある。搭乗者が歯向かうなら我が制御で従わせるのみ。なぜホムスを鬼神兵に取り込むんだ。なぜホムスに巨神界を襲わせる。知りたければお前も我が配下となるがいい。鬼神界の体で巨神界に攻め込むとき、その行為の意味するところを教えてやろう。ふざけるな。誰がお前の配下なんかに。無理をするな。今は脱出することを考えろ。でもあそこにフィオルンがいるのに。ここで倒れたら助ける機会は永遠になくなる。どうした、モナドが使えない貴様らに勝利する可能性も脱出する機会も残されてはいないぞ。畜生、モナドが使えなくなったのはやっぱりお前のせいか。モナドはこの世界を構成するエーテルの波動を制御する器物ならば、相反する波動にて相殺することはたやすい。そんなことが。問答はここまで。モナドを渡してもらおう。もはや貴様には無用の成仏。断る。本当にモナドが無力ならお前が欲しがることもないはずなんだ。絶対に渡すことなんてできない。ならば我が拳に貫かれるか、窮地の者の手にかかるか、選ぶがよい。エギル、気持ちが伝わってきたよ。このイメージを忘れるなよ。シルク、マービーズだ。
力にひれ伏せ。このままじゃ。頑張れ、俺がついてる。このままでは、あの少年が。シュルク、死んじゃいや。シュルクを、みんなを助けて。あなたは。とどめだ。モナドを受け継ぎし者よ。お願いします。私に力を貸して。させます。ミオル、我が支配から出したのだ。つけやがるな。フィオル、エギル、たとえあなたの思いが強大でも、思うがままにさせておくことはできません。この力は、貴様は一体。やめるんだ。生きてください。共倒れの覚悟か。何？フィオル！まずい！急いで脱出するんだ！シュルク！どこだ、シュルク！シュルク、戻れ！要塞が崩落しただと？それでメリアは？シュルク殿は？それが遠方からの観測ですので、彼らの安否までは。シュルクたちなら心配いらねえよ。しかし、連中の行き先、ちっとばかし心当たりがあるんだよ。それよか、攻め込むなら今だぜ。奴らの要塞は完全に沈黙したわけじゃねえからな。それともこのまま座して死を待つか。先読みの儀式はいかがされますか。すまない、予言官殿、私は行わない。自らの運命くらいは自らの手で掴みたいからな。
見るまでもなかろう。放っておいても鬼神会の軍勢は来る。必ずな。いい目してるぜ、アンちゃん。さて、戦だぜ。この夢久しぶりだな。ここのガラクタを取りに来て、そして沈むんだ、土の中に。今のは何か夢を見たような。フィオルンは？あれは？フィオルン！息はある。フィオルン、フィオルン、フィオルン、どこかに水は。うん、力を感じる。フィオルン、気がついた。その僕はシュル。こんなとこで最初のキスか。覚えてたの？フィオルン。もちろん、シュルク。
私ね、シルクのこともみんなのことも忘れてなんかいなかったんだよ。え、じゃあみんなに声かけたくてもできなかったの。私、私じゃなくなってたから。どういうこと？あの時コロニーナインで鬼神兵に襲われた時、私確かに一度死んだと思ったの。だって鬼神兵の鉄の爪や牙に引き裂かれたんだから。途中から何も覚えてなくて、音も光も痛みもなくなって、次に気がついた時、私の体はこんな機械にされてた。ううん、それだけじゃない、私の中に知らない誰かがいたの。もう一人の君って、じゃあ今まであの鬼神兵を操っていたのは。うん、知らない誰かさ。でもね、ずっと私も見たり聞いたりしてたんだよ、この体を通して。だけど自分で思ったように体を動かしたり喋ったりすることはできなかった。そうか、だから僕たちのことを知らないみたいに。心では必死に呼びかけてたんだけどね。伝わらないよね、そんなの。そんなことないよ、信じていたからさ。いいのよ、無理しなくても。逆だったら私だってわかんないもん。だけど君の中に入ってたのって一体誰なの？わからない。人と話してる声は聞こえたけど、考えてることはわからないし。でも何かやらなきゃならないことがあって必死に頑張ってた、それだけは伝わってきたんだ。今はどうなってるの？眠ってるのか。そうでなかったらさっきまでの私みたいに話すこともできず困っているのかも。困って当然だよな、そんなやつ。フィオルの体を乗っ取って好き勝手なことしてたなんて。うん、そうだけど、このまま消えてくれればいいけど。ねえシルク、あんまりその人のこと責めないであげて。どうして？あの人は私の体を使って何かをしようとしていた。きっと大切なこと。なんだかわからないけど、私力を貸してあげたいの。なんでそんなこと？自分の体を使われてたと言ってもそんなに嫌じゃなかったんだよね。あの人すごく優しくて、私の体に気を使ってくれてるの伝わってきたから。そうなんだ。うん、それにあの人は一生懸命にシルクを守ろうとしてくれたから。そうか、あの時あの人は私がしたかったことを代わりにやってくれたの。だから私もできることなら手助けしたい。そっか、その人がしたかったこと何なのか分かるといいね。うん、ありがとうシルク。おかえりフィオルン。ただいま。どうするのこれから？みんなを探さなくちゃ。きっと生きてる、そんな気がするんだ。
フィオルンが帰ってきたのを知ったらみんなびっくりするよ。みんな、ラインもダンバンさんも、それに新しく知り合った仲間もいるんだ。カルナ、リキ、メリア、いい人たちばかりだよ。シルクもいろいろあったんだね。うん、でもこれからはずっと一緒だ。さあ出発しよう。シルク、フィオルン、どうしたの？ごめん、少し体のバランスがおかしいみたい。ちょっと休めばよくなるからごめんね。いいんだ、わかった。ここで少し休んでいこう。みんなはあの後どうしたんだろう。要塞があんなことになって。モナドの光がかなり不安定だ。やっぱりあの鬼神兵のせいなのか。それでも僕がフィオルンを守らないと。シルク、眠らないの？ごめん、起こしちゃった。ううん、大丈夫。たっぷり休ませてもらっちゃった。何か食べる？お腹空いたでしょ。それよりお水欲しいな。ああ、食欲なくても食べた方がいいよ。早く体力つけなきゃ。ううん、平気。こんな体だけど便利なんだよ。お腹空かないの。水だけ飲んでればずっと動けるみたい。嫌なこともあったけどちょっとだけ得した気分かな。
ねえ、シルク。置いてってもいいよ。なんで？だって私こんなだし、もう鬼神界の体だからこっちの世界でもうまくやっていけるよ。そんなことできないよ。シルクの知ってる私はあの時死んだの。そう思えば。そんなこと思えないよ。だってフィオルンはここにいるんだ。あの時コロニー9でフィオルンが死んだと思った時、悲しかった、悔しかったよ。自分にもっと力があれば、そう思った。シルク、もう後悔はしたくない。僕が君を守るんだ。それに君の中で眠ってる人のこと放っておけないだろ。うん、そうだね。鬼神兵、こんな時に。シルク、私も。フィオルン、くそ、こんな時モナドが万全なら。モナドは一瞬しか。こんなところで、ここでやられてたまるか。今度こそフィオルンを守るんだ。これはモナドの光がいけるぞ。モナドが使えるぞ。やっ、バックスラッシュ、いけー。なんとか勝てず、ドリーム。今ならやれそうだ。はっはっ、シャドーアイ、こいつ。なんとか勝てず、リッドエッジ、エアスラッシュと、ここだ。スリットエッジ、あ、エアスラッシュ。モナド、なんとか出せたけど、こんなに疲れるなんて、やっぱりあの鬼神兵の影響か。なんだこの音。くそ、囲まれた。やっとお目覚め。カルナ、あの後どうなったんだ。わからない、私も気がついたばかりで。みんなは探したんだけど近くにはいなかった。そうか。ライン、ありがとう。え、あの時かばってくれて。ああ、よかったよ。あんただけでも守れて。ライン、どうしたの？俺、情けないよな。昔フィオルンに約束したんだ、シルクに怪我はさせないって。なのに。あんたをかばったシュルクが怪我をしたことを気にしてるの？昔はさ、シュルクのやつ本当にひ弱でさ、いつも俺が助けてやってたんだ。だから調子に乗ってフィオルンにも約束して。でももうそんな必要ないんだな。ライン、
あいつ強くなったよ。モナドを手に入れたからってだけじゃなくてさ、もうシュルクには俺の手助けなんて必要ないのかもな。あんたらしくないよ。コロニー6を覚えてる？ああ。あそこは私たちのコロニーはね、昔からよく鬼神兵に狙われてたんだ。今にして思えば地下のエーテルが目当てだったんだろうけど。そうだな。あそこでエネルギーを補充すれば随分遠くまで行けるんだろうし。だからコロニー6の防衛隊員たちはいつも傷ついてた。体だけじゃないよ、心も。昨日は生きてた友達や仲間が今日はいない。そんなのが当たり前だった。もう戦ってもしょうがない。自分なんかに何もできるはずがない。そんな気分になりかけるやつもたくさんいた。でもならなかった。どうしてだと思う？強かったからか。強くなるしかなかったのよ。みんな守るべきものがあったから。下を向いてるうちに大切なものが壊される。だったら目を背けたくても前を見るしかないんだって。耳が痛いな。らしくなかったかな俺。ラインは悩んだりしても騒にならないって。だな。足元見るのは年取って腰が曲がってからでいい。それでどうするの？探しに行くさ、シュルクやフィオルンを。足でまといだとしたって荷物持ちくらいできるしな。そうそう、その方があんたらしいよ。あのさ、ガドって人のことなのか？さっきの話。ガドだけのことってわけじゃないけど、なんで？いや、負けたくないなって思ってさ、そいつには。ない。シュルクたち無事かしら？当たり前だろ。あいつらが死ぬわけなんてないんだ。調子出てきたじゃない。じゃあ探しに行かなくちゃね。誰か戦ってるんだ、この先で。シュルク、ライン、手伝うぜ。一気に片付けよう。
よく生きてたな。結構しぶといやつだぜ。ラインこそ。ラインなのね。フィオル、思い出したのか。うん、いろいろあってね。そうか。早くダンバンさんにも会いたいよね。ああ、大泣きしたりしてな。シルクやラインが見てる前じゃ泣かないと思うけど。泣くの？見てないとこでは？そうだろ、昔っからそうなの。涙もろいくせに見られるのは大っ嫌い。知らなかった。想像つかねえよ。無理しないで。大丈夫、お兄ちゃんに早く会いたいし。行こう、シルク。歩けなくなったら俺が担いでやるさ。重くなったよ、私。筋肉ついたぜ、俺。本当だ、ライン、あれからずっとシルクを守ってくれてたんだね。どっちかっつうと俺の方が守られてる感じだったけどな。そんなことないよ。いいんだぜ、気を使ってくれなくても。俺は俺で見つけたからな、自分のやること。それって何？さっきやってたことさ。主力がいくら強くなったって後ろに目玉がついてるわけじゃない。だったら俺が背中を守る。ライン、なんだかライン知らない人みたい。なんだよそれ。頼もしくなったって褒めてるのよ。そんなに頼りなかったのかよ、昔の俺。そう、後ろ向きに取らない。チェッ、かなわねえな、やっぱりヒュルンだ。さあ行きましょう。お兄ちゃんが泣くとこ見たいんでしょ。なあ、そうだな。
おかげだな。この調子で突っ走りましょう。バックスラッシュ、いっけー、リートだ。レイジで行くぜ。オーラバーストか、トードパイル入れてるわね、ヒールバラコン。やったらシルク、だんだんまとまってきたぜ。僕らの心は一つだよ、カルナ。バックスラッシュ、なんとかなったね。みんなやるじゃない。気を引き締めていこうぜ。どうしたの？何か聞こえる。何？何も聞こえないけど。多分僕らには聞こえない音なんだ。低い音。周りにいくつも。気をつけて、何かいる。休まないと、もう動けないんだもん。仕方ないやつだな。分かったよ、少し休んでいこう。メリアもいいか？私は構わない。じゃあ、決まりだもん。休まないと動けないんじゃなかったのか？うん、動けなかったもん。でもお腹も減っちゃってたんだもん。いいとこあるじゃないか。うん、何のことだもん。隠すなよ。ずいぶん疲れてたみたいだからな、メリア。自分のために休むなんて認めるような子じゃない。だからだろ。なかなかうまい魚だった。こんな不気味な土地でも魚は魚なんだな。そうか、うまんまだったかも。リキも取ってきた甲斐があっただもん。ああ、ありがとうよ。
たの。メリアちゃんだけじゃないもん。タンバンもなんだか悲しい目してたもん。なんだよ、お前にまでそう見えてたか。悲しいことリキに言ってみるもん。リキ聞いてやるんだもん。何しろリキは伝説の勇者だもん。それは関係ないだろう。まあだがせっかくだから聞いてくれるか。いいも言ってみるもん。俺の妹フィオルンって言うんだが。知ってるもん。銀色の鎧着てたもん。シュルクその子を追っかけて飛び込んでたもん。ああ、シュルクとフィオルンお互い好意は抱いてるはずなんだが、あいつらまだガキなんだろうな。これがどうにも煮え切らないっていうか、見ていてまどろっこしくてさ。うんうん、リキにもわかるもん。まあそんなのはどこにでもある話だったんだ。だがフィオルンがああなってしまったわ。シュルクのこと忘れてたもん。ダンバンのことも忘れてたもん。ああ、だがそれでもシュルクはフィオルンを救うことを諦めないだろう。俺としちゃ嬉しいことなんだが、シュルクに申し訳なくてな。ダンバン見ててやれも。え？シュルクのこと見ててやれも、フィオルンのことも見ててやれも。親にできることはその程度だもん。違った、ダンバンは親じゃなかったもん。まあ兄貴だからな。でも同じだもん。見ててくれる人がいる、それだけで頑張れることあるんだもん。なるほどな。にしてもお前からそんな風に教えられることがあるなんて思わなかったぜ。リキ子供いっぱいいっぱい育てたもん。そんでいっぱいいっぱい送り出したんだもん。バカにしちゃダメもん。まったくだ、すまなかった。シュルクたちこの辺りにはいないようだな。そうか、みんな無事だといいんだが。きっと無事だもん。あいつら強いもん。リキの言う通りだ。問題はいつになったらシュルクたちと巡り合えるかということだ。みんな同じ方向に落ちてきたんだからな、そう遠くにいるはずはないんだが。二人とも見るもん。昨日探検してた時に発見したんだもん。このパイプを抜ければ先に進めそうだな。行ってみるもん。リキの勘ではこの先にシュルクたちがいるんだもん。勘？ノポン族の勘を信じてみるのも悪くないか。そうだな、さ出発しよう。
ザンバサモンボルトサモンアーティスト鉄鋼弾サモンアクアここからだサモンフレア敵の命はあとはそこだこの流れ怪獣の手サモンボルトこれが最後の一撃だぞバーチカルボルトどうやら俺たちのペースみたいだなヒーフアクアサモンアクアサンバこれはあれをかわすかサモンボルト閉めてバーチカルボルト勝利ってやつは警戒を怠らないようにな楽勝なのリキのおかげだもんサモンボルトこれぞリコ天狗の極地サモンボルト貴様の相手は俺だもらうぞエーテルだ牛より溢れてるダンバン良い攻撃だこいつは俺が抑える貫けバーチカルボルトなるほど生き延びたな警戒を怠らないようにまずまずだもこんなところに村が。メリア、シュルク、みんな。お前たち無事だったか。ええ。それにフィオルンも。お兄ちゃん。フィオルン。思い出してくれたのか。心配かけてごめんねいいんだ生きていてくれただけでお兄ちゃんあれがお前の幼馴染かうんよかったな無事に会えてありがとうみんなのおかげだよだがみんななんでこんな村にいやそもそもこの村はあっ助けてもらったんだここの人たちにね驚くのも無理ないわね私たちはマシーナ鬼神界で暮らす人間ですマシーナそれって聞きたいことはたくさんあるそんな様子ねでもまずは私たちの町を見て回ったらきっといろんなことがわかると思うわ話はその後私はあの建物ジャンクスの前で待ってるからThank you.
何か用か？何か用か？
ようこそ。